元成君が留守にしていた厳島だ。落とすのは訳ないさ。いい具合に番犬も見つけたしね。ちくしょう。いつまでも小生に構わないでくれ。小生とっくの昔に豊臣軍を抜けてるんだよ。なんで俺様まで捕まっちまってるんですか。俺様はもう誰の指図も受けないんだよ。 だって君たち、どちらがより有能か僕に見せてくれるんだろう。我らがと書いて。 美しいと読む。ねえ、知ってた？確かに。もし降伏する者がいればてやつく迎えてやってくれ。いで、こら、やめろ。小生をチクチクするな。せんだよ、他。へえ、のせいだ。いで、こいつ、やっ。ち。 久しぶりに会ったってのに、なんだその態度は。やい、渡部、長生は元主だぞ。忘れたか。忘れたくても忘れられるか、バーカ。 小生の天下、いまいち想像が及ばんな。はあ、何言ってんのお前。あなた地下から出てこない方がいいわ。お天道様もあなたを照らしているほど暇ではないもの。お前、ムカつくんですけど。守るも攻めるも、まあれだ。軍神に曰く 重力5を制す。上略くらいしとけ、バーカ。君は官兵衛君との二兵が鬼合いだよ。そんな官兵衛さん。どうしたんだい。元道軍同士仲良く敵を買ってくれ。うるさい。鎖がついてても小生は犬じゃないんだよ。 俺たちなんかただの小物だろ。見逃してくれよ。君たち、鍛え直しを覚悟しておいてくれよ。遠慮なし。悩みの種といえば、 一でも兵が緩んでいることかね。やれ、僕は君たちの力を過信していたか。違います。アボカンが脳無しなだけだ。あれは何だ。仲間割れか。 戦争を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。大丈夫か。君ならやれると信じているよ。かしこまり候。こら、マサベ。元主よ、アホだの、バカだの、脳無しだの。こき下ろすやつがあるか。このお知らず。お知らずだ。お前が無能だったから、 様は日の目を見られなかったんだろうが。やれやれ、いい加減にしてくれないか二人とも。まあ、その刀見るからにひどい安物ね。驚いちゃったわ。 まったく、呆れて物も言えないとはこのことだよ。君は
豊臣の兵を浪費せずに渡河勢力を牽制できる。調整はこれでも人望があるんだぞ。誰がお前なんか敬うか。この状況を打破する策を剣ずれば、それがしも。クマ、罠だ。こっちには罠があるぞ。 穴掘りだけが特技じゃない。それを証明してほしいものだな。のな、くっそー、やってられるか。なぜじゃ、やってられん。どうだ、また昔みたいに。誰がアホか。 僕の失策だ。甘んじて避難を受けよう。そこは守るように言っておいたはずだよ。申し訳ございませぬ。 悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。そのまま音もなく進めばよいのだが。 君も、君も、君も。まとめて相手してやる。覚悟しやがれ。番犬にもならない上に主人に噛みつくとは。しつけが必要なようだね、二人とも。疲れたわ。そこのお前、少し変わりなさい。お任せを。 強い。一生分の運が丸々残ってるんだよ。へえ、それはようざんしたね。めんどくさいけどさ、相手してやるよ。バラはお母さんがいたことが今日一番の不運だな。その程度ならかつて豊臣にいたという事実は忘れてほしいものだね。 恥ずかしいわ、僕は。こんなところ来るんじゃなかった。
僕は分かり合えない。天は二物を与えず、それがこの男の不運であろうが。だから俺様の方がすごいって言ったでしょうが。こうして直接僕が出る、せめてもの終わりと思ってもらえたら嬉しいよ。 今日のところはこれくらいにしといてやるよ。乱世に舞い降りた虹、ねえ、もっとわらわに合う表現はないかしら。ねえ、お前ら 円町の順にみんな繰り上げた。これでも優しくしているつもりだけどね。僕の思惑だって外れることはある。僕まれにだがね。 欲しいの？だ。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめ。だってあなたじゃ満足できないもの。